成田海、忍城を守り抜き秀吉の側室となった美しき姫武者。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は成田海について紹介していこうと思います。皆さんは戦う美少女お好きですか？サブカル大国日本では戦う美少女というテーマがアニメや漫画、ゲームの世界で大人気ですよね。戦国時代の埼玉県にそんなリアル戦う美少女がいたことをご存知でしょうか？信夫の城や石田三成の水攻めで有名な忍城の姫君、成田海です。今回は海姫の生涯と武勇伝についてご紹介しましょう。豪傑ばあちゃん